今日の日ハムの負け、嫌な負け方しよって。初回の川上畑が完全に流れを作ったわ。スニードにやられたわね。好調なメンバー変えて何がしたいんやろな。語ることもない2軍レベルがショート守ってるのが全て。谷内ならこんな傷口広がらなかったのに。マーカード勝ち越したからええわ。ヤクさんが明日から連勝してくれたら負けた価値ある。加藤が村上にホームラン打たれた時点で負けやったな。しゃあないんやけど、最初にエラーした方が負けると思ったら重くそこっちやった。一戦目からスタメンに川端いたら普通に負け越してそう。あのおっさんヤバすぎ。新庄自分とエボシ重ねとるやろ。お前はできたかもしれんけどエボシには苦勝つで。加藤がかわいそうだと思いました。試合は半分以上見てないが、しばらく細川使って良さそうって。介護士はなんやねん、あの三振。村上にホームラン打たれた時点で見るのやめて正解やったわ。真剣に清宮いたらの村ポジションないぞ。どこなら守れるの。ぶつけられてから冷え冷えになった万波だけが心配だわ。やっぱ子宮の使い方がうまいわ。なお伏見は契約上使わなあかん模様。ご視聴ありがとうございました。